来た。こんにちは。はい。豊さん、はい、ニュースです。何を？ムクノキ投手、ムクノキ、はい、投手が、はい、なんとオリックスと契約を結ばないという、まあ、結べないというか通達されたというニュースが出ました。クビっていうこと？いわゆるそうだと思うんですけれども、これどこのスポーツ新聞もあと日テレニュースもそういうふうに伝えてるんですけれども、って驚いた方がいいの？ね、って驚いた、驚いた方がいい。びっくりしました。いや、オリックスが、まず2021年ドラフト1位のムクノキ投手、はい、さらに、富山投手、増井投手、そして中村投手と来季の契約を行わないことを通達したと発表しました。俺もびっくりしたよ。ですよね。昨日見たよ。あ、やっぱりそうなんですね。いや、思わず GM に電話したよ。オリックスの、うん、そうなんですか。福良っていうね、元阪急で、セカンドで活躍してて、はい、まあ、オープン戦の時とか、はい、まあ、同じセカンドだったし、はい、まあ、仲良かったんだよ、うん、で日本ハムのコーチとかいろいろなところやってたから、はい、まあ、そのたんびにこう話をしたり食事したりとかしてた、うん、だから電話しちゃいけない。思わず向こうがびっくりした。伊藤さんどうしたんですかって、まあ、久しぶりやったから、うん、いや、オリックスおめでとうと。そのやっぱりムクノキ、俺の後輩だからさ、山口のですよね、うん、いや、高校のな、はい、後輩だから、おい、どうなってんだと、うん、大爆笑されたよ。え、伊藤さんって、うん、いや、トミーション手術したから、はい、育成に回したんですと、だから契約とはならないんです、それはって。あ、業務上はね。そうなんですか、うん、だから高橋さん、クビにするわけないじゃないですかって。お前、あんな書き方したらお前そうそうそうです、そ勘違いするやろ言うて。これみんなそうだ、コメントも、ね、え、なんで、いや、だから麻酔が戦力外になって、はい、それと並びで出されてるから、はい、俺はまた刑事事件かなんか起こしたんじゃないかとか、はい、これ後追いでなんかこう記事が出てくるんじゃないかと、やっぱり悩んだよ。やっぱりそうですよね。まあ、悩むほどの時間もなかったけど、はい、やっぱなんかこう頭の中ぐる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 なって、はい、それで GM 電話したんだよ。そしたらお前どうなってんだと。あ、豊さんの後輩ですよね、大丈夫ですよって大爆笑いやいや、それは選手として契約 してると、やっぱりいくら手術して、うん、じっくり治せって言っても、はい、選手の立場からすると契約してる以上、はい、ね、焦ってしまうんじゃないかと、はい、いうことで、うん、やっぱり一応育成に回しして、はい、支配下にはならないということですよと。あ、それで君には背番号もちゃんと開けとくし、はい、だから慌てないで、うん、あれ金の卵だから、ふくらものすごい大事にしてくれてるんだよ。あ、そうなんですね。あいつはいいピッチャーですよとか言って、そんなことは分かってるよね刑事事件じゃないだろうなとかも言いながらいやだから、いや、そんな全くいい子ですからって。いや、そうですよね。だから話し合ってちゃんと、はい、ね、だからもう慌てることなく、うん、もうとにかく来年、再来年からもバーンといけるように、うん、はい、もうしっかり直させますということは、だから愛情があるんだよ。あ、よかったです。あ、だからこの、いや、書き方がやばすぎるからじゃ全部の記事がそうだったので、あれって、でだって9月下旬にトミー・ジョンですよね。そうそうそう。でもうすぐみたいな。いや、だからうちの女房から、はい、昨日ネットニュースとポーンと LINE で来て、はい、大丈夫って言ってみんな、やってしまう。俺も見て、みたいな。なりますよね。それですぐ電話した。あ、そうか。そうそう。いやいや、そのドラフトの時っていうのはムクノキのこととか、はい、なんかこう一緒に動画上げた時があったから、はい、だからそのびっくりしてて、うん、ほんで LINE 見て、俺もびっくりして、いや、慌ててた。あ、書き方ちょっと考えなさいよ。そうですね、これ、いや、だからふくらも言ってたよ、はい、ちょっと書き方がね、あの書き方はちょっと勘違いするでしょうねとは言ってたけど、だいぶそうですよね、うん、あ、なるほど、契約を結ばないっていうのは事実なんですよね。なぜかというと、そうそう、支配下にならないと、そう、契約にはならないんだよ。あ、だから育成に回すと、はい、どういう支配下じゃなくなるから、はい、だから契約をしてないということになるんだろうね。ということは、うん、育成だとまた違う契約ってことなんですか、それとも契約、まあ、育成契約、ね、育成契約だから、うん、そうそうそう、本契約とは違う。だから選手、支配下だから選手、プレイヤーとしては出れないんだよ、はい、だから慌てないでゆっくり直しなさいという。ということは、富山投手も近日中にトミー・ジョンを受けるので、これもそういうことですよね、つまり。まあ、そうだと思う。
あ、だこの2名の投手はあの育成っていうことで考えてていいんですよ ね、うん、そうだね。だからまあオリックスっていうのは、まあ本当いいドラフトしてるなっていう福良に言ったんだけどさ、うん、そうですかねって言いながら、うん、多分向こうの電話の向こうではニヤニヤしてたと思う、はい、いやそうですよね。いやそれ半端ないよ、ピッチャーとかも当たってますもんね。当たって、まあ、当たってるっていうかよく見てるんだよね。そのくじ当たりくじを引いてるわけじゃないからさ。そうですね、いやよく見てるんだやっぱり、うんうん、だから、まあ、そこら辺 の、 その球団の体制だとか、はい、そういうのも、まあ、余裕があるからね、うん、あのピッチャーだって山崎総一郎とか、はい、ね、あの宇田川だとか、はい、出てきてるから、うん、じっくり直しなさい。余裕のよっちゃんなの。そうですね、余裕のよっちゃん。なるほど、記事で。あと出ていたのはおそらく育成に回すんじゃないかっていう意見を出してる人もいて、その場合人的保障で持っていかれないように育成に、あ、持っていかれないようにっていうか、ドラフト1年目の選手は、はい、もう元々あのプロテクトされてる状態だから、うん、あ、何年間だからそれは関係ない。ムクノギなんか持っていこうと思ったら持っていけないよ。無理ってことですよね。無理無理無理。これはで前他の球団が例えば人的補助で持っていかれないように、え、なんでこの選手わざわざ育成にしてるんだろうって、育成に落としたりとかありましたよね。それはあった、それはある、そういう手法もある。うーん、まああるけどもね、はい、あるけども、まあそのもう本当にいい選手がいたらさ、抱えきれなくなるよね、うん、どうするんですかね。いやもうだって、まあ、オリックス、まあ、ピッチャーはすごく豊富だけど、まあ、野手はね、はい、まあ、さほど豊富ではなくて、うん、もうヤクルトなんか野手なんか、うん、本当プロテクトしておかないと、うん、もう FA に手出せないぐらいの、はい、本当にいい選手いるから。でもただ人数決まってますもんね。いや決まってるよ。いや だから FA 手出さなきゃいいんだろ。まあそうです、うん、だから出さないよ、まあ、だって FA で取るよりも将来的に有望になる可能性のある野手がいるから、あそこ。そうですよね。それはオリックスなんかムクノギもそうだけども、それは優秀なのが控えてるよ。ですよね。 あとやっぱり皆さん思ったのが、森友哉選手がオリックスに行くんじゃないか、それで人的保障がこう発生してくるのかな、でこういうことなのかなっていう、なんかそういうのも思惑もみんなファンは裏の裏を書いたんだと思います。まあ向こうの木はもともと外れてるからな、うん、外れてます、はい、あれだけどピッチャー持って行かれるだろうな多分、はい、いやこれは大変だぞ、まあ、プロテクトしとかないと。そうですね、今のうちにどんどん、んでお前、いやピッチャープロテクトしとけって言って、あ、じゃあ野手ポンと引き抜いていかれるかも。漏れてたらそうなりますよね。あ、まあ、28人しかプロテクトできないんだから、その枠ってもうやめようよ、うん、そういうこともプロテクト、うん、ね、やめた方がいいよ。そうですよね、そんな金銭お金か人かみたいなお前ふざけんなよ、選手とお金と、お前両天秤にかけられたお金って、え、額みたいななりますよ、ね、なるよ。だけどなんか人さらいみたいに持っていかれた、おお俺かみたいな、そういや、なんかそうなるじゃない、うん、だからもうそういうシステムもやめようよ、うん、そうですね、うん、もうでもあのやっぱ人は人で扱おうよっていう、ね、うん、商品じゃないね、うん、なんかそういう方が俺はいいと思うけどな。そうですよね、まあでもある以上は、はい、だから森を取る以上プロテクトしておかなきゃいけないわけでしょ。そうなんですよ。どうするかな、はい、一番バッター候補を持っていかれる可能性もあるな。はい、本当ですか。いや分かんないけど分かんないけどね。いやピッチャーがダメだって、でも西武のピッチャーも良くなってきてるからね。そうですよね。だからさほどピッチャーいらないって考えると、はい、やっぱこう野手で古賀っていうキャッチャーいるから、はい、ね、次次世代の、うん、あの西武を背負っていくようなキャッチャーがいるから、はい、まあ、あそこが一番困ってるのは一番だよね。ということは西武の中にもあのこう機動力のあってこう最初に出てくれるような選手を持っていかれる可能性も、オリックスはね、はい、うん、だからそこをプロテクトしてたら、そうです、ね、あ、吉田正尚プロテクトしてるの忘れたみたいなんてだったらびっくりしちゃうけどなあーみたいな、もうオリファンがみたいな暴動を起こしますよ、まあ、そんなねトンマのことしないよ、ふくらはしっかりしてるから。そうですね。だからね、この記事もね、あのびっくりされた方もいらっしゃると思うんですけど、いやいや、やっぱねちょっとね報道の自由はあるよ、はい、でもやっぱ書き方はちょっと考えようよ。そうですね。いや、
で。それが狙いだったら素晴らしい記事だよね。でもこれみんなどこの記事もこう書いてるので、うん、分かってて記者さんこう書いてるのか、うん、閲覧回数ですかなのかどっちなんですかね。本当に鵜呑みにして書いちゃったか。いや書き方考えようよね、うん、俺はもう刑事事件だと思ったからねまず間違いなくやっちゃったと。やっちゃったな、何やっちゃったんだろうみたいな。それも球団が抱えきれないぐらいのことをやっちゃったのかなとか、はい、あと文春に出てるんじゃないかとか、うん、これから出てくるんじゃないかとか、だから出てくる前に首を切ってみたいな思っちゃいますね。びっくりしちゃったね。でもよかでもよかほっとしました、まあ、よかったな、はい、事情が知れたので、うん、あとは、まあ、今ちょこっと出ましたけれども森選手がもし本当にオリックスってなった場合のじゃあどうなるのかっていうところもちょっとこの動画で、まあムクノキはプロテクト関係ないから、はい、まあでも森友哉を取ったとしての、うん、まあ、人的保障なのか金銭なのかちょっとわからないけども、はい、まあ、そこも注目だよね。そうですね、この動画でもちょっとそれについてもまた追って、出していきたいと思います。はい、はい。